ご乗車ありがとうございます。次は上諏訪椿山に停まります。電車指定席です。12号からご乗車のお客様、お手持ちの指定席よくお高めの上お座りください。それより上乗車券指定券を拝見させていただきます。よろしくお願いいたします。トンネルを抜けましたら、後より左手、後より左手の後ろの方をご覧ください。
先ほど止まりました十二湖方面白神山地の山々が見えております。白神山地は秋田県の北西部と青森県の南西部にまたがります。標高が100メートルから1200メートルに及びます山岳地帯です。十二湖も白神山地の一部となっております。実際には33の池や沼が点在しております。大崩れ山から見ましたときに12の沼や池が見えますところから12個と名付けられております。向かいまして左手中腹10分の見えている山がございます。大崩れ山です。大崩れ山から見ましたときに12の沼や池が見えると言われております。また世界自然遺産に登録されておりますブナの原生林はさらに山の奥の方にございます。茨城県の霞ヶ浦とほぼ同じ面積1万7000ヘクタールの原生林が世界遺産に登録をされております。ウエスパー椿山に到着です。お入り口左側です。お利用客様は忘れ物をなさいませんようお助かめの上を見てください。お降りになりましたら列車の後より列車の後ろの方にお進みください。ホーム階段スロープがございます。黒星温泉にお入りのお客様は送迎バスをご利用ください。女性観光駅長がお出迎えをいたします。どうぞ白神号をご利用くださいましてありがとうございました。まもなくウエスパー椿山に到着です。ウエスパー椿山の次は深浦に停まります。
上諏訪椿山に到着です。列車とホームの間が少々空いております。足元にご注意ください。Thank you.